311君の当時の社長が、お、この子呼べ、お、この子呼べ、とにかく親に反対されて、ダメに決まってるだろう、そんなところ、ダメに決まってるだろう、そんなところ。はい、ルイ、ルイ。さあ、今回は、小川君が、僕の、反省をなんかグラフで説明してくれと、はい、そういうリクエストが来たんで、振り返ってみようかなと思います。デビューしてからでいいの？デビュー前もめちゃくちゃ気になるんですよね。デビュー前なんてただのただの普通の男の子だよ。聞いてもしょうがないんじゃない？ただの人がデビューしないと思うんですよそうか、はい、京都の丹後っていう京都府の日本海の方で育ったんです。生まれ育ったのね、はい、山に囲まれた田舎だから、うん、何やってたの？だからどっかの家の中のちょっとしたスペースが空き地で釘で遊んだりとか釘あのまず三角形のこうやって描くんですよ。でここに釘を刺すんです。はい、すぐにポンと刺して、でそこから始まって次にポンってやって親に刺さると、まあここからとか線が引けるわけ。とにかくみんなを囲っちゃえば出れなくしたら勝ちなのよ。それはやっぱ楽しいんですか？中学の時は好きな人とかいたんですか？中学になってひふみちゃんが好きだった。ひふみちゃんとはお付き合いしたんですか？河原を一緒に歩いたかもしれない。その頃のそのひふみちゃんとのそういう川べりを歩いたことをなんか作詞家に喋ったらそれが歌になった曲がある、アルバムの中に入ってる。僕のすごくその鮮明に残ってる景色は河原をひふみちゃんが帰るもうじゃねって帰っていく。で向こうは夕焼け空、その中を彼女が帰っていく映像が未だに残ってる。それがデートだったんだ。僕ひふみちゃんと付き合ってたの？いや知らないです。女性と初めて手をつないだのが、に触れたの、手に触れたのが高校2年だから。もう夏だから。夏休み、大学受験の夏期講習、トイレに行ったんですよ。はい。そして、戻ったわけです。はい。で、ふっと見たら、もうさっきのところが全部消されて、で、ああ、困ったと思ったら隣の女の子がスッとノートを見せてくれた。それでえっ、ー、と思ってびっくりしたら可愛い子だった。ねえと思って何か行動を取らなきゃ。可愛かったからだから自分のノートの端っこに明日もその席に座ってもらえますかって書いて、でこれをパッと置いた。そしたらその子がふっと見て、はい、これはいいよ、いいし、次、いいですね。いい話ですね、はい、次の日から毎日京都でその子とデートした。で最後に僕がもう丹後に帰るっていう日に見送りに来てくれて、そこで元気でねっつって握手したのが初めて触れたその彼女だった。
え、もうそれっきりなんですか。それでドアが閉まって、はい、列車が動き出したら、はい、出会ったの手話。はいはい、意味わかる。まず好きってことですよね。お、知ってんの。知ってます、知ってます。そうそうなので、僕は全然そのそれがそういう意味だって分からないですね。分かんないから、はいはいはい、何やってんだか分かんないけど、はあ、みたいなうなずくだけだったのそんでそんでだーっもう彼女の姿が見えなくなったら泣いちゃったんだよ僕、はい、もう悲しくてって振り返ったら野球部の先輩がいて、うっすって何泣いてたんだよって書いて、いや、何でもないっす桜田淳子さんのファンだったでしょ。それで桜田淳子主演スプーン一杯の幸せ相手役募集っていう記事を明星で見つけて、でファンだったから応募すれば会えると思ったね。はいだから、はい、会いたさの一心で応募したの。でも結局それが締め切りに間に合わなかったから何にも関係なかったの、その映画には。で後日聞いた話だと、うちの三味地区のが松竹映画からその僕の遅れた履歴書も含めて全部履歴書をもらって、三味地区の当時の社長が写真見てる中で、お、この子呼べって言ったのが僕だった。高校2年のちょうど夏期講習が終わって、あの実家に帰った時、サンミュージックからオーディションをやりますから来てくださいっていう通知が来てた。はい、ところがとにかく親に反対されて、ダメに決まってるだろそんなと。でそのオーディションには行けなかったんです。はい、そしたら半年経って春、3年生の春休みの頃にまたサンミュージックから来た。でまたわーっと芸能界のに対する夢が突然また膨らんじゃって、はい、受けるだけでいいから、受けたらもうそれで気が済むから、で戻ってきたらちゃんと今まで通り勉強するから、だから気持ちが済むように行かせてくれっつって、それで東京にオーディションに来た。そしたら受かっちゃってさあ大変、即答できなかった。その時にうちの事務所がちょっと仮の歌を取りたいから東京に来てくれって、その時に渋谷公会堂に連れてって桜田淳子さんに会わせてくれたという、ご高が指した桜田淳子さんを見たという。それでもう一気に決めたんですか、その医学部とかいうのがもう吹っ切れて。いやいや、それでも3ヶ月ぐらい自分でもね、どうしたらいいか、うん、音楽室で、まあ、ちょっとしたコンサートをみんなでやったの。ギター弾いて歌った時に終わってから、その来てた友達たちがよかったよとかって言ってくれた時に、ああ歌っていいなって思って、それで決めた。それでもうそれまでは全然平行線でただ言い合ってるだけの、はい、あの感じだったんだけど、親と、まあ、たとえ失敗しても僕は後悔しないからお願いだから行かせてほしいって、とても冷静に喋れる。決して賛成はしないけども、もう諦めたからそんなようにしなさいっていう最後の親の答えだ。1976年デビュー17歳12月の21日がデビューで、20日だっけ、20日だった、さっきも21日20日20日です12月の20日デビュー。まあその頃サンミュージックというと音楽事務所の大手だから、だからもうデビュー3ヶ月ぐらい前からいろんなアイドル雑誌の取材を受けて。あ、そんな感じなんですね。そう、
もうなんか事務所が押すから一押しだったから、だからもうデビューの前はるか前からそうやって雑誌に出て、でもう人気はもうデビューする時にはままあったわけですよ。大手事務所でそうやってデビューするからもう絶対に売れるっていう感じだったの。あ、なんかこっちも、はい、で事務所も力入れてるから、はい、でデビュー曲出たんだけど、はい、そんな売れないんだよでも人気はどんどん上がってって、うん、でデビューのちょっと前に初めてのサイン会っていうのをやったの。赤羽の大江のレコード店の前でやった。ところが 2,30 人ぐらいしか人が集まらなかったのかな。で最終的に売れたのが8枚しか売れなかったよ。やっぱり桜田淳子さんが一番自分に近いからあんな感じで行くんだろうなみたいなのがあった。でもデビュー曲売れない。で8枚しか売れなかったサイン会、はい、でその約半年後にまた赤羽の大江で次の2枚目のサイン会があったの。そしたら人がいっぱい来すぎて駐車場でやることになったの、サイン会。はい、そんでさ、いざ始まったらもう15分前に関係者が来て、すいません、もう危険だから中止になりました。へえ、3000人ぐらい来ちゃった。もうレコード会社の人たちとかはさ、せっかくいっぱい売れるのに、そうですね、でチャンスが、ね、はい、消えちゃったから、もうみんながっかりしてんだけど、うん、僕は心の中で、よし、すっげえ嬉しかった。2、30人しか集まん、半年前で集まんなかったね、うん、それが中止になることの、その人が集まったっていう自分の人気に、すごく、その自分は、はい、めっちゃ嬉しかった。心の中で中止ですって言われた時に、ええー、みたいな、やったーみたいな気持ちでは。ただそうやって人気も出てるけど、どっかで気持ちは下ってるのよ。気持ちの点線があるんですね。そうだって売れないから、はい、だから人気があることは嬉しいんだけど、やっぱりどん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 大丈夫かな、僕もう2枚出しても売れないし。そしたら3曲目にここでルイルイですよ。これでドーンできたんです。ドーンできたんです。もうフォーク調できてる僕がもうこれ最初来た時しかもタイトルルイルイ、なんなのこれ。でもとにかく歌ってても恥ずかしいんだ。昔の僕のルイで歌ってる映像を見てもらったら決して笑顔で歌ってないよ。こんな歌うの嫌だよ恥ずかしいよと思ってたら、はい、売れちゃった。それまでデビューして歌番組いろんな曲行ってプロデューサーに挨拶してございますけど、それがとにかく向こうから声かけてくるような状態に変わるわけ。あ、これなんだ、ヒットするとこういう感じなんだってのが分かる。でこれまではずっとあの移動は電車と地下鉄とかで動いてた。で売れた途端に事務所から専用車を与える。だからもう全然待遇が変わるわけです。じゃあお金はもうたまる、なんか使うとこもないんですか、その忙しすぎたりとかして。この頃、給料ですか、売れようが何しようが変わんない。固定給。そう、この辺まで3万円かなんかじゃん多分。で、ここ行ってやっと10万円か20万か、その辺ぐらいじゃない。具合的な感じになるのはもうこの辺だもん。その辺は何席がない頃だ。何席がない頃だ。全く仕事がないわけですよ。全
全く仕事がないわけですよ。 NHK の経費削減で生まれた法律、経費削減で生まれた法律。